アペーン、アペン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 。たわきばら。うわ、元気ないな今日。きばら釣り。声もちっちゃかったし。なつったんだよ。いや、あのギリギリ釣りかけました。釣りかけてるやつだな。ちょっと悪いわ。ペンペンの途中からもうヒヤヒヤしながら、つるつると思う。ああ、ほら、脇腹つかれた。何やそれ。そんなこと頼んでないのに。すみません。ねえ。うん、ああ、びっくりした。どうも、ジャルジャルでーす。お願いしまーす。はい、倉本でーす。倉本でーす。暑いね。暑いっすわー。暑いっすね。うん。今日何やってた？今日は幕張の方で、出番やら何やらいろいろ。後藤は？はい、そうです。ね、こんなに。いや、そこでね、辛いの食べたんすよ。ロケで。めっちゃロケもあったの。ロケもあったんですよ。千葉テレビのロケもありまして。で辛いああ、僕は。いやいや、そこ別個じゃない。激辛ラーメンで食べてね。あ、それ何のロケだそれは。千葉テレビの。そうです。あ、そんなんもやってんの？そうなんですよ。あ、それは何幕張やってるからそれの流れの番組だ。その流れの番組です。はい、ああ、そうかそうかそうか。胃袋やられてね。ああ、やられてんねや。痛いんすよ。わかるわ、やられてるな。マジっすか？あ、ほんまや、なんか出てる。でも見えんな。いやいや、それだけやられてるってことは、はい、ひどいっちゃう。そうっすよね。そうや。ほんまに。うん。倉本さんは？俺な、直前まで、はい、ルミネミーツアートっていうのを今度やってて、ルミネの中で、毎年やってんだけども、はい、アートフェスみたいなのやってて、はい、そうそう、いろんな、公募したアーティストの作品が最終的に、受かったら、グランプリ取ったりしたら、はい、ルミネのさ、エレベーターとかなんかアートみたいになってない？あ、なってますね。なってますね。そう、そこをやらせてもらったりとか、そのね、はい、グランプリ取ったりとか、ね、いろんなとこ飾られてみたいなやつの、今年審査員することになったんだよ。あら、いろんな審査員しますね。割とアートついてた最近。ありがたい。そうですか。はい、それの、ちょっと予行演習みたいな感じのことを、はい、今度応募したいなって思う、はい、アーティストの人たちが来て、で自分の作った作品集とか持ってきて、はい、どう思いますとかっていうのをレクチャーしてて、レクチャー。へー、僕こんなことで悩んでるんですけども、はい、とか言って悩みに答えたり。幅広いな。そんなことをしてまして、それでギリギリになって、はい、もう電車で来て、はい、遠いな。新宿3丁目から。ああ、まあまあ歩きますよね、ここは。もうヘトヘトやわ。ギリギリでしたもんね、ほんまに。ギリギリ、E の位置目指せって言われて、E の位置なかなか来へんの。あっこ長いからな。あ、長い長い。長い。ね、はい、長いですね。うん、地下、ぶわーって行って。それは、長いっていうことは、ほんま、新宿の地下、あんだけ掘ったいことだもんな。そういうことですよね。すごいよ。それだけスコップも、もう。うん、使ってるわけです。スコップで、僕は掘ってないです。掘ってないかいな。いや、掘ってるか。僕、新宿。僕、ちっちゃい時、掘りました。ちっちゃい時ね。新宿三丁目掘ったの。おい、掘りませんでした、ちっちゃい時。どこまで掘れるか。おー、やったやったでしょ。どこまで行きました？どこまでって。どうやって掘るの？下掘るの？ほんまの、でっかいスコップ。天然洞窟みたいなのを見つけて、こう、ま、ほんまにまさにこう、まっすぐ掘り進めていったことありますよ。そんなアドベンチャーブルーとかやってたのか。それどこまで行った？いや、ほんまに無理無理。虫とかすごい出てくるから。あ、そこまで掘ったんや。すごい。そう、地中の虫やんけ。地中の虫ボロボロ出てくるんですよ。で、ギャー言って。すごいな。ちょっと掘ってやる。だんだん子供の時こう、イメージして、うん、メガネスーパーの CM ぐらいの感じのイメージしながら犬が掘るやつね。そう、スタートの時はその勢いで行くけど、うん、結局気づいたらこれぐらいしか掘れないですよね、あれ。なるほど。それではそろそろ参りましょう。はい、ジャルジャルの今度帰り。
感じになってるで。はい。無音でしたね。無音で、はいはい、気持ち悪い映像流れましたけど、あれ無音やとこんな気持ち悪いですね。そうやな、だから絵の方が立つからね。確かに、絵だけ見ると怖いな。改めて発見が。ああ、そうですね。そう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 。突然オープニング振るもんやから、そうそうそう、もうスタンバイしてないんですよ、うん、スタッフさんも。だからちょっと無音になりましたそう、ちょっとそんなパターンもええかなと思ってな、はい、やってみたらさ、ちょっとやんわり喋ってからスタートですみたいな。そうそう、パンパンやっていくかなと思ったら大失敗やわカッコつけたらもう大失敗や怖い、まあ、ね、いろいろあるよね。そうそうそう、意図的だったのか。そうですよはい、だこれ、うん、もう第2章入ってるから、はい、どうするかですよね、オープニングとかもね。そう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 、うん、それもあるんですけどね、はい、うん、まあたまたまのアクシデントだけども、はい、画像をこのままで歌送ってこいみたいなね、はい、うん、ああ、新しい歌これで歌載せてみたいなこととかもあるかもしれないし、当然もちろんね、その画像を送ってくれたらいいんだけども、なかなか反応がないんか最近俺フェスだみたいなねそうで前もでもこの感じで適当に歌ってそのままそれが疲れてたわけですよ。そうですね、即興ですもんね、あれも。下手したら今もバンって歌えって言われて歌ったらまた何かいい音楽できるかもしれない。なるほどね。楽器はこれぐらいしかないな今。おお、楽器がないわ。そうやな、やろうかなあ、そうやな、はいはい、楽器がないからもうアカペラやな、ほんまに。そうやな、どれ音拾うかな。え、これそのまま歌にできるんですか、今と今歌って。あ、できる、できる。だってこの間もそれでやってもん。あ、ほんまですね。結局前は音楽と映像を同じ度を考えたからこうちゃんとマッチしてますけど、うん、うん、じゃあまあ歌は僕らが今適当に作って、アカペラで歌うからそれになんかもうね、オケつけてくれよ。そうですね、はいはいはい、で映像もな、な、うん、ごとのごは何のごなのかな、午後の昼寝の午、お眠りなさい。福徳の福は何の福なのかな。富士山の富なんです。みんな俺を登りなよ。よ、日本一。俺は福と言ったのに。しか合わせてけへん、そんなやつなんよ。ちょっと言い訳さしてよほな、もう一回服で行こうかだから言い訳さしてよ。言い訳後藤の時に豪で言ったから、その時すでに僕は福徳の風で考えていたんです。だから倉本さんの福徳の服でっていう振りを聞いてなかったんです。聞き逃すのが福徳の特徴聞き逃さいない僕の特徴今なんて言ったアラビア語を喋りましたよ。オスとメスの関係でジャルオスとジャルメスの二人が交尾を図っても生まれるのは笑いだけです。蔵元の句は何の句ですか。だいだい蔵元の句ですよ。ずるいずるいずるい、それってありなの、それってありなの、ずるいずるい、それってありなの、ずるいずるい、それってありなの。